はい皆さんこんにちは村長です今日は顔出しでやっています今回もブリューについてのお話をしますブリューの画像を他のソフトと連携するそういう方法についていろいろお話をしていきたいと思います今も画面にこの左端の新規作成にあるですねテキストからビデオを作成ですねこれをやってですね できたのがこれですちょっと先頭だけでも見ていただきましょう楽しい遊園地の一日今日は楽しい遊園地に行ってきました朝から一本木で出かけとてもワクワクしていました入り口に着くとカラフルで華やかな看板が迎えてくれましたはいこのようにですねタイトルをつけるだけでこんな動画ができることはもう皆さんもご承知だと思います いやそんなことも知らないよということであればですね今画面に表しているような僕のとっても皆さんによく見ていただいている動画これをまず勉強してみてください概要欄にアドレスも貼っておきます何せブリューはこんな簡単にですね3分ぐらいでこのような動画ができるようになっています是非とも使ってほしいんですが よくある質問にですねこの写真をですねもっといろんなところで使いたいとかいうようなお話がよくありますですから画像についいいて他のソフトととやり取り取する方法これをお話ししたいと思いますまずせっかくできたこの画像他でも使いたいそんなふうに思うことはないでしょうか例えばこのの最初の 遊園地の絵これなんかを使いたい時はどうすればいいかというとここにこのようにチェックをします。もしくはこの女の人とっていうようなことがあればですねこのシーンとこのシーンにチェックを入れていただきます。そうしましてファイルのメニューを選択しますと他の形式でエキスポートというのがあるのでこれを選択すると 画像ファイルというのが選べますここで現代のシーンの選択したクリップ2個ということですので png ファイルをエキスポートしますこのようなダイアログが出てきますので僕の場合「動画制作パーツ」というような名前でですね「フォルダーの選択」というボタンがありますのでこの「フォルダー」を指定します。 ファイル名は一旦自動的についていくわけです。じゃあこれで押します。右の端の方にエキスポート、結果をまとめていますということで、そしてこのように完成しました。フォルダを開くとしますと、そのフォルダーが開きます。このように出てきて、どこに行ったのかなと思うことがよくあると思いますが、Mac でも Windows でもですね、並べ替え といいいうのをやっててただいて日付時刻順とかにやっていただくとこのように一番最新から出てきたりしますのでここで2つの写真が保存されたことが分かります。png ファイルになってしまえばあとはいろんなところで使うことができます。僕の場合でしたら 今画面に表したのはアフィニティデザイナーというようなソフトなんですけれどもそこにですね今書き出した遊園地の絵をですねドラッグしますこのようにしてですね利用ができるわけですこの時に字幕もついてしまっていますわかりますでしょうか字幕っていらない場合がありますよねそれはどうすればいいんでしょうかこの時に 字幕だけを表示を消すことができますす表示を消すだけでまたここを押せばもう一度出てきますので心配しないでください。これをしてから出したいところにチェックを入れてそしてファイルメニューから他の形式の画像ファイル「現代のシーン1個」「エキスポート」というふうにします」と。 パーツというところを開けてみます。先ほどと同じように日付で並べ替えてみます。そうすると先ほどと同じシーンですので、同じように1の1ということで上書きをしてくれました。今度はですね、これを出しておいて、もう一度アフィニティの方に行きます。これは消しておきます。そしてこのようにすると、今度は、 字幕がない状態でこのように持ってくることができますので他のソフトで扱うことができますそうしまして自分なりに加工して例えばここに大きなタイトルを入れますはい、遊園地という風うにしましたが見にくいですので赤い字にそして白い縁をつけておきますこのような大きなタイトルをつけました こういうグラフィックソフトでしたらどんな風にでも加工もできますよねご自分の得意なグラフィックソフトでやればいいと思いますもちろん Windows の Paint ソフトのように標準でついているものでも大丈夫ですこのようにしまして選択しますねそしてコピーとしますそうしましてこれを置き換えたりするということであれば 一旦これを削除します。なくなりました。そこにコントロール v で貼り付けをします。はい、このように文字の入った編集された図形が貼り付きます。こんな風な連携技ができるわけです。もう一度整理しますと、ブリューで作られた ai の画像を他のソフトに持って行って。 そしてそれをもう一度書き戻すというような時です今度はですね例えばこういう人物のイラストとかがありますちょっと顔がおかしいなとか指の本数がおかしいなっていうような時がないでしょうか最近はいろんな画像生成 AI というのが出てることはご存知ですよねでもブリューをお使いの人は なぜブリューを使ってるかと考えた時にやはり簡単だからだと思うんです AI 画像を作るにしても日本語でプロンプトを入れたりできるわけですですから僕が今現代おすすめできるのは日本語が使えて無料でとなるとですねマイクロソフトビングの画像生成 AI イメージクリエイターというものが お勧めできるんではないかなと思います品質的には他にもっといい AI はあるんですけれども日本語でできてそして完全無料だということを考えると僕はブリューのユーザーさんが初心者ということを考えるとこれをおすすめします Bing のホームページこれは概要欄にも貼っておきますので このような画面が出るはずです。そこでチャットというのがありますので、このチャットを押しましょう。そうすると、ちょっと画面が切り替わって、皆さんもご存知かと思いますが、チャット GPT と言われるですね、AI チャットがこの内部で動いています。マイクロソフトとオープン AI 社、チャット GPT の会社とは提携をしていますので、 このの後ろでで動いていてるのは、チャット GPT す。そしてこのような画面になりますが最初はここでバランスよくとか厳密にとか想像的にこれが選べれるようになっていますので画像を作る時はより想像的にというのにチェックを入れてそしてプロンプトを入れるといいんじゃないかと思われます。ここで、 いろいろ書き方はありますが、遊園地で犬と遊ぶ青い服を着た女の子の画像を写真風で作ってください。このように書いてみます。そしてこの右側のところを押します。はい、ここでサインインをして画像を作成してくださいという風になりましたね。えー、皆さんもログインをしていない場合、そのようになるかもわかりません。 ログインがされていないなからですちょっとログインをしましょう。サインインウィズ o パーソナルアカウントいわゆるマイクロソフトに登録しないといけません。僕の場合どちらでもいいわけですけれども個人アカウントこれをやります、えー。パスワードも覚えてくれていますのでサインインをします。このようにマイクロソフトに サイン,インをすすることが重要ですそうしましたらもう一度やりたいと思います先ほどとちょっと変わっちゃったかも分かりませんが遊園地で青い服を着た女の子が犬と遊んでいる画像を写真風で作ってくださいこのように書きましたもう一度やりましょうこんな画面が出てくればもう少しさえ待てばいいようになります こんなな風になりましたね。この中でどれがいいか例えばこれなんかはちょっと目の辺りがおかしいですねこれなんかは使えそうですこれもちょっと顔が怖い顔をしていますこの人は目をつぶっていますじゃあこれがいいと思いますので他のソフトからブリューに持ってくる時はコピーペーストだけでいけます。画像をコピー。 そしてブリューに行きます。じゃあこの絵を塗り替えましょう。これを選択しまして、右クリックで削除します。デリートキーでも大丈夫です。そうしまして今度は貼り付け。はい。するとこのようにできました。そして全体に埋まるようにしましょう。若干の上下はこれで大丈夫です。 もちろんこれを動かしたい時はここで効果を選びましょう6つの効果を選ぶもしくはカスタム効果を作ってですねそして始まりは犬の方を中心にしていて最後は女の子の方を中心にしますこれで始まりから終わりこれができるようになりますので適用を押すと 朝かから一本木で出かけ、とててもワクワククししいました。はい、このように少し動きのある画像これを作れるようになるわけですこのようにブリューをお使いで難しいことが嫌いな方はですねマイクロソフト・ビングのイメージ・クリエイターという機能を使ってチャットをするといろんな画像が 簡単に作れますそれも日本語で作れるわけですここでですね犬の色を変えてくださいとか女の子の服を赤くしてくださいとかありますよねえもちろん自分が売ってもいいんですがここでピュンと押すだけでですねまた違うバリエーションを作ってくれたりしますぜひともこのマイクロソフトビングのイメージクリエイターという機能をお使いになれば すべて日本語でできるので僕はおすすめです。今度はこういう赤い絵ができましたのでこれを右クリックして画像をコピーします。そしてブリューに戻ります。これを置き換えます。でここで置き換えとした時にこんなような画面が出てきますのでこれは抜点してください。置き換えではなくってこれは一旦削除をして そして新たに貼り付けていただくこのようにして画像は置き換えてください今日は勉強することが多いかも分かりませんが Adobe 社が無料で開放している便利なソフトをご紹介しますこれも多分皆さんは聞いていることはあると思いますけれどもクリエイティブな塗りつぶしができるソフトウェアです Adobe と呼びます。ベータバージョンとなってますからまだ完璧ではないという言い方もできますこの中のちょっと下がったところに真ん中にこのような絵がありますテキスト2イメージという左の先ほどからやってるようなイメージクリエーターとよく似た機能もあるんですが今回アドビのフのイヤーフライで一番今皆さんが注目しているのは真ん中の機能です ここでジェネレートを押しますそうしましたら先ほどからこの書き出した図形とかありますよね例えば遊園地の絵をドラッグしますするとこんな風に遊園地の絵が出てきましたもう少しちょっと大きくしておきますねそうしましてこの「パン」というので上の方にやっておきます ちょっと画像の解像度が小さいですけれどもこんなことができるんです今ものすごく大きなブラシになっていますのでブラシを小さくしますこのようにしましたそしてですねこの気球ありますよねこの気球のところを飛行機に変えたいと思いますこのように塗っておいて そしてここに飛行機というふうに書きますが、これは英語でしかできません。ですから Google 翻訳を使います。日本語で飛行機というふうに打ちます。英語ではプレーンですよね。それをコピーします。そしてこのプロンプトのところに貼り付けます。ジェネレートはい。ここに飛行機が飛びました。 例えば、このように4つの候補がありますのでじゃあこれを選択しましょうそうしまして「Keep」というのを押すとこれで飛行機がついたわけです。このような図形ができましたら今度はこれで「コピー y to クリップボードというのがありますのでここでクリップボードに収めましてそしてブリューに戻ります。じゃあ、 今度はここに絵を置き換えましょう先ほどと同じように選択をしてデリートしますなくなりましたら貼り付けますはいどうでしょうか気球だったところがですね飛行機に変わりましたとっても便利ですよね Adobe Firefly のクリエイティブ塗りつぶしと呼んでいる機能ですこれも概要欄に URL などを貼っておきますので そんなに難しくないですので、この機能を使ってみてください。他にもいろんな機能があるんですけれども、まずはある部分を選択しておいて、そしてプロンプトを書けば、そこを他のものに書き直してくれる、そういう機能です。このクリエイティブ塗りつぶしの機能につきましては、他にも動画を出していますので、 是非ともそちらの方も見てください。それも概要欄に貼っておきます。では今日は長い時間ご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。